あと今日は、ちょっと、すいませんね。今日はちょっと今から、少し、議論というか、対談をしたいなと思っていまして、僕がツイッターで、まあ、マスクをもう、人がいない公園とかだったらつけなくていいんじゃないか、っていうか、俺はつけてないし、みたいなつぶやきをしたんですよね。でも、マスクなんて、通行手形みたいになってて、これがあれば、通れるし、これがあったら、なんだ。これを、マスクっていう通行手形がないと、人からとやかく言われるみたいなのを書いたんですよ。そしたらですね、中川さんっていう、医師会の会長がマスクを外す時期が来ないって言ったから、外で密集してない場所でもマスクしなきゃいけないのかねってつぶやいたんですよ。そしたら、このマスパセさんっていう人が、以前グッドラックに出演した田村淳さんは、苦しくても皆で我慢しようとマスク着用を推進する働きを担っていました。世間の風向きが変わればマスクを少しずつ外そうという動きに乗ろうとするのは節操がないです。同調圧力でなく、おのおのが自ら判断してマスクを外せばいいですっていうようなことをですね、僕がいただいたんですよ。で、なんかこの人ってどっかの飛行機に乗ってマスクをつけないっつって降ろされた人らしいんですけど、僕そもそもグッドラックで苦しくてもみんなで我慢しようみたいな発言をしたことがないし、今この状況でマスクをしようって言われているのは、マスクをしようってあの時言われていたのは確かだし、僕はそれをただただ従ってただけなんですよね。なので、まあでもこういう方とは一回話した方がいいなってことで、DM 送ったら YouTube に出てもいいですよって言われたんで、今日お呼びしようと思ってるんですよ。で、今ここって僕の YouTube なので、僕寄りの意見の人が多いと思うんですけども、どうか皆さんもフラットな目線でこのマスクの議論を聞いていただきたいなと思います。僕の味方してねってことじゃないので、僕は僕の理論がありますけど、マスパセさんはマスパセさんできっと思いがあると思うので、そこはなんか言葉を荒げずに、聞いていただけたらなと思います。なので、まあそういうつもりでね、このバイキング、そうそう、ホテルのバイキングでも、この彼はマスクをしないで、警察呼ばれてってことなんですよね。でもそれはそうだろうなと思うんですよ。だから僕は、密集、していない場所、外で人が密集していない場所でもマスクしなきゃいけないのかな。だから人がいるところでは僕はマスクをする派なんですよ。で、それに科学的な根拠があるかないかは二の次です。それが今の、みんなの共通の暗黙のルールになってるから。なので、お呼びいたしましょう、まずはね。では、入っていただけるんですかね、直樹さん。はい、それでは、マスパセさん、お話しいただいて大丈夫です。マイクミュートを解除してください。こんばんこんばんは、はじめまして。は。はじめまして。田村敦史と申します。巷ではマスク着用率さんと呼ばれ、SNS のツイッターでマスパセ、マスク密着用途中航機乗客として発信をしております、奥野純也と申します。よろしくお願いします。お願いします。マスパセさんは、ピーチエアーでしたっけ？ピーチエアーでマスクを着用しなくて、飛行機会社の人に降ろされた方ですよね。そうです。で、僕が今、ツイッターでつぶやいたことに対して、まあ、マスパセさんからご意見いただきましたけども、もうちょっと声ってあが、
大きくなりますかね、マスパセさん。声は、これで聞こえますか。はい、今の状態であれば聞こえると思います。あ、はい、ありがとうございます。はい、ただチリチリ言ってるな。直樹の方でこれなんとかできるのかな。マスパセさんの音声がチリチリ言ってる。ちょっとマイクから口を離しつつお話しいただけると、はい、はい、で大きな声でお願いいたします。はい、はい、はい、すいません、マスパセさん、よろしくお願いします。あ、はい、よろしくお願いします。直樹さん、ツイッターちょっと出しておいてもらっていいですか。はい、マスパセさんが要は僕に対してツイートされたことっていうのは、僕の意見が今変わってるじゃないかという趣旨のツイートだったんでしょうかね。あ、はい、どうなんですかね。なんか今社会の空気がだんだんとマスク解除、脱マスクの方向に向いてくる中で、例えば田村敦さんなんかも、今の時代もうマスクするのは当たり前だと、マスクしない人はまあおかしいんじゃないかとか、まあ、その言っておられました。志らく師匠もマスクしないのは、まあ、ホテルにナイフを持って入っているのと、まあ、同じようなものだ。今の時代、今はマスクしないと旅もできない時代になった。こういうことは言いたくないけれども、マスクしないといけないというふうに、まあ、おっしゃっておられました。はい。でも今はどうかと。今になってだんだんとみんながもうそろそろマスク外した方がいいんじゃないのっていうふうな空気になってくると、まあ、そっちの方に寝返ってしまって、実はなんかマスクの着用を推進してきたのも、まあ、いわゆるメディアや、まあ、文化人、芸能人という方々が、まあ、空気、なんとなくの空気を作って、マスクしないといけないんじゃないかっていう空気を、まあ、作ると。で、社会の空気がちょっとずつ変わってきたら、今度はもうマスクするなんて、まあ、なんかおかしいと。例えばひろゆきさんなんかも、かつてはマスクしない人はもう病気みたいなものだというふうにおっしゃってましたけれども、今になったらフランスではもうマスクしていないと。日本人はなんでマスクまだ外せないんだなんて、この間アベマ TV で言っておられました。うん、となると結局社会の空気が一つの方向に向いたら、みんなそっちの方に、インフルエンサーとか芸能人、文化人の方がわーっと行く。でまたその空気が変わったらわーっとそっちの方に行くと。結局感染症対策の合理性とか科学性っていうものが何にもなくなってしまって、通行手形っていう言葉が先ほどありましたけれども、結局感情論とか民衆の空気とかでコロナ対策っていうのは決まってしまっているんじゃないのか。私はそうじゃなくて、別にマスクしたい人はしたらいいと、で別にしない人はしないんでいいんじゃないかと。人それぞれリスクもコロナに対する考え方も、まあ自分の生活に対する考え方も、健康事情に対する考え方も、人それぞれ価値観がこれだけ違ってきている時代なんだから、みんなで一斉に何かする必要っていうのはないんじゃないのかと。うん、でもっと言うと、まあ、みんなで一つのことをするだけじゃなくて、誰かが言ったから、例えば淳さんが言ったからとか、志らく師匠が言ったからマスクしようと、で今度また淳さんがまあこういうふうなことを言ったら、じゃあみんなで屋外でマスク外そうとか、そういうふうになんか自分のことなのになんか自分で決められずに、誰かが言っている、他人がそう考えているっていうところでマスクするかしないかって決めてしまう、なんか日本の人々っていうのは、これ一番なんか信用がないな、なんかそういう同調圧力やみんなの空気みたいなものでなんか動いてしまうっていうのは、なんかちょっとおかしいんじゃないかなっていうふうに思って、あの書き込みをさせていただきました。なるほど、ありがとうございます。僕はマスクの着用義務っていうのは法律で決められてることじゃないので、自分で決めればいいと思うんですよ。それはずっと変わってないです。僕は何だったらマスクを外したい派の人間なので、ただマスパセさんのニュースを見て、ホテルのバイキング、航空会社、飛行機の、機内、これはホテルまたはその航空会社がマスクを義務付けしてるんですね。お願いしてるわけですよ。そうじゃないと乗せませんって言ってるので、これは、その、
国が出してるなんか法律の違反ではないけど、その会社がこうしてくださいってことを違反しているのはマスパセさんなので、そこに関して僕はマスクを今この状況でしないっていうのはおかしいっていうのはそういうことです。だって航空会社がしてくださいって言ってんだから、それを納得した上で飛行機に乗ってるわけですから、途中で、いや、マスクするのは、本人の自由だろう、するしないは本人の自由だろうは、僕は通用しないと思うんですよね。そういった意味で、僕は、マスクをしないのは、あのタイミングでですよ。あの時期、ちょうどだから1年ぐらい前だったと思いますけど、あの時期に航空会、だそれは僕、今でも一緒です。飛行機に乗ったら僕、マスクつけるんで。なぜなら、航空会社がそうしてくださいって言ってるから。で、バイキングに行っても、僕マスクします。なぜなら、ホテルがそうしてくださいって言ってるからです。そうじゃなかったら僕、マスクしたくないんだったら、バイキングにも行かないし、飛行機にも乗らないので、マスパスさんはやっぱり、航空会社にお願いされてることをできないっていうのはやっぱおかしいと思いますよ。私はまず、マスクが義務なのか、お願いなのかっていうところが、結構やっぱり、ポイントになってくるのかなっていうふうに思っています、うん、でまず日本の航空法ではこれ飛行機の場合はマスクの着用をしなかったとしてもこれを理由に降ろすことは今の法律ではできません、うん、で宿泊施設に関しても旅館業法っていうのがありまして、うん、で今の法律ではそれを強制することっていうのはできないんです。うん、ですので義務なのかお願いなのか、義務をお願いしているってなんか今なんかその厚さんがおっしゃったんですけれども、うん、義務とお願いっていうのは違うわけです、まあ、義務であったら絶対にしなければならない。でお願いっていうのはあくまでも任意で、まあ、するかしないかっていうのはその人に委ねられているけれども、それをまあ持って強制することはまあできないことだと思うんです。自粛とかっていうのと同じように、誰も自粛を強制することはできない、あくまでも自粛をお願いするっていうものだと思うんです、うん、で日本人っていうのはこのお願いっていうのを義務とかルールであるかのように思ってしまう、うん、それで本来は政府も法律でマスクっていうのを、まあ、その義務化しているわけではない。アメリカとかフランスだったらしてたんですけれども、はい、まあ、そういうふうに日本の国ではあくまでも推奨しているお願いであるようなものっていうのを、それを日本人はまあ義務であるとかルールであるかのようにまあ思ってしまって、それをまあそのいろいろなところでまあその強制してしまっていると、それがおかしいんじゃないのかなっていうふうに思っています。なるほど。ですので私は自分のしたことが間違っているとは一切思っていません。はい、じゃあ間違ってなくてもいいんですよ。その何か法律で取り締まるっていうことができないのは、僕は最初に言った通り義務ではないと思うので。でも実際問題、マスパスさんは飛行機に乗って移動したかったのに飛行機に乗って移動できなかったわけじゃないですか。それはなぜなら、航空会社がお願いしているみんなの迷惑にならないように、このマスクをすることで感染が本当に予防できるかどうかわからないんだけど、マスクをして乗ることをお願いしていて、そのお願いを聞けなかったので移動できなかったじゃないですか。移動したいのに移動できない、目的を達成することができなかったわけですよね、マスパセさんは。はい。そのことについてはどう感じてるんですか？いや、それは、まあ、まず、公共交通である限りは、うん、移動の自由っていうのを、移動の権利っていうのを保障する責任が航空会社にはあると思いますし、まあ、ですので目的を達成できなかったのはこれはもう機一が悪い。でまずみんなの迷惑になる、みんながお願いに応じているのに一人応じていない人がいる。でその時にじゃあ迷惑って何なのと、で誰かが迷惑だと感じる、私は迷惑だと感じない、A さんは迷惑だと感じる、そういう時にじゃあ結局みんながそういうふうに思ったら、みんなの利益のために、みんなが不安感を持たないために、不安を解消するために、誰かの利用の権利を、サービスの権利を奪ってもいいのか。結局通行手形っていう言葉がさっきあったと思うんですけれども、まあ、それと同じように
今マスクっていうのは、まあ、感染症対策の目的よりも、まあ、むしろマナー、お客様同士の不安解消になってしまっている。じゃあその他の人が感じている不安感情のために特定の人の権利を制限してもいいのか。ですのでこれが極めて日本的だと思うんですけれども、みんなの感情の方が、お気持ちの方が誰かの権利よりも優先されてしまう。これはもう民主主義国としての敗北だというふうに私は思っています。なるほど。結局みんなの空気で誰かを排除したり誰かの権利を制限してしまったりするのって、それってやっぱちょっとおかしいんじゃないのかなと。コロナの下でこういうこといっぱいたくさんあったと思うんですけども、うん、でもやっぱりこのマスクの問題っていうのはそういうものをまあ照射する、うん、ことになっているのかなと思ってます。なるほど。で結局目的を達成できなかった、その気持ちを僕は今聞けなかったので残念だなと思うんですが、移動したかったのに移動できなかったことは、まあ、ピーチが悪いっていうのは、主張されてましたけど、マスパセさん自体が、その移動するっていうことが、一番の目的だったにもかかわらず、移動できなかったわけじゃないですか。マスクをすれば、通行手形を持っているのであれば、通行手形を出せばよかっただけだと思うんですけども、それを、まあ、ご自身のその、マスクをするしないは個人の自由だし、それをお願いされる、強要されることはないということでしたけど、まあ、それであれば、まあ多分平行線なので、これ以上の議論はここではもうしないでいいかなと思うんですが、実際問題、じゃあ、マスパセさんが、飛行機の、航空会社の方にマスクをしてくださいと言われて、嫌ですと。で、主張をずっと続けて、実際に飛行機が遅れましたよね。遅延しましたよね。そのことに関して、まあ一人の人間がその自己主張することでたくさんの人が迷惑をかかる。これさっきのマスパンスさんが言ってたことがまさに当てはまるんだと思うんですけども、誰かの主張で誰かが迷惑を被る。まさにマスパセさんのマスクをつけたくないというその思いで、周りの乗客の方が迷惑をかかったと思ってるんですけど、そこに対してはどういうお気持ちなんですか？申し訳ないとかっていう気持ちもない？大変残念なことだなと思いますし、まあ、こういう結果になられた他の乗客の方っていうのはお気の毒だなっていうふうにはまあ思います。ただ結局ここで問題になっているのは、その誰かを排除することによってみんなが飛行機が例えばもう時間通りについて気持ちよく利用できたとしても誰かを犠牲にしてしまうわけじゃないですか、うん、でその人自身も同じ人間なわけです。結局コロナの問題っていうのは誰かの自由とか権利を制限して、それでまあみんなの利益を、みんなってかまあ大多数ですね、多数派の利益を守るってこと。いや松橋さん、そこじゃないです。論点は残念なのはわかるんですけど、実際問題、マスパセさんが起こした行動で遅延して遅れて迷惑を被った人がいるっていう人に対しては、僕はマスパセさんをやっぱり謝罪するべきだと思うんですよ。で、自分の意思を貫くのはいいです。マスクをしたくない、マスクをしたくないんだっていうのも貫くのは、僕が何て言ったって多分それはあなたの生き方なので、ここを変えるつもりはないんですけど、その生き方を変えないことで迷惑を被った人に対しては僕は謝罪するべきだと思うんですよ。だって実際被害を被ってる人がいるわけですから。そこはどうですか？それでも謝りたくないっていうのであれば、もう相当僕とは話が合わない人だと思います。そうだと思います。はあ、私はやっぱり一人一人が別に自分のしたいことをしたらいいんじゃないのと。でそれで別に飛行機を遅らせたのは私ではなくて、別に誰も止めてくれなんて言ってるわけじゃないんですから、それでまあ止めて降ろしたのは、マスパセさん、マスパセさん、一人一人が自由なことをやってたら飛行機なんて運航できないですよ。そうですかね。やっぱりある程度、いや、そうだったじゃないですか。だってマスパセさんがマスクしたくないっていうことだけで、やっぱあれだけ乗務員の方も対応に困ったし、パイロットの人も離陸したいのに離陸できなかったわけじゃないですか。はい。うん。だから、やっぱり迷惑はかかってるんですよ。で、そこに対して、じゃあ自分の生き方を貫くとはそれでいいって僕言ってるじゃないですか。それ認めてますよ、僕、マスパスさんのことを。
あなたがマスクをしたくない。で、実際に日本にはその義務もないから、マスクしたくないのは認めますと。だけど、あなたのマスクをしたくないという、その生き方を貫くことで迷惑をかかった人に対しては僕は謝罪すべきだって言ってるんですよ。で、僕、あなたのこと認めてるじゃないですか。いや、僕、マスパセさんのこと今認めましたよね。あなたの生き方としてマスクしたくないんであればしなくていいですよと。だけど、貫くんであれば、やっぱりそれも貫いたことに対して迷惑をかけた人がいるんだから、その人たちには謝罪すべきじゃないですかって言ってるんですよ。いや、私は全然そう思わなくて。だったら話せないって言ってるんですよ、マスパセさん。僕認めてんじゃないですか、マスパセさんが、はい、マスクをしないことを一つ譲歩してるじゃないですか。僕はそんな人が嫌いなんですよ、みんなの前で、みんながマスクしてるからマスクしようよ、つって、マスクすりゃいい話をマスクしたくないんでしょ、マスパセさんは。だけど僕100歩譲ってそれ、認めてますよ。もうそれはあなたの生き方としていいですって。だけど、謝罪はしなきゃダメじゃないと、ここをマスパスさん譲歩できないんだったら、議論ってできませんよ。マスパスさんの 100% の要求が通るっていう、そんな世の中ないですから。何も譲歩しないじゃない、マスパスさん。何譲歩しました？僕と話してて今日。いやいや、私は譲歩するんじゃなくて、別に一人一人が別に好きなことしたらいいんじゃない？だから、一人一人好きなことしてたら飛行機飛ばないでしょって。僕だってじゃあ、ヌンチャク持っていきたいですっつって、ヌンチャクを持っていけなかったんですよ。飛行機の中にはヌンチャクが持ち込めなかったんですよ。だから、あ、ヌンチャクって持っていっちゃいけないんだって僕はそこで知って、飛行機会社の人にすいませんでしたって謝って、飛行機に乗せてもらいましたよ。飛行機に乗せるのは飛行機会社さんがどんなお客さんを選ぶかっていうのは僕は選んでいいと思ってるので、それこそ飛行機会社のそれは主張ですよ。こんな危なっかしいお客さんは乗せたくないっていうジャッジはしていいでしょう。私はそれは反対です。私は、うん、だから何も譲歩しないじゃないって話を。っていうのあるというふうに言う人もいると思うんです。私は公共交通機関である限りはきちんとどういう価値観の人であっても、どんな考え方の人であったとしても、それが合理的に何らかの危険性をもたらすのでない限りは、それは乗せる責任があると思ってます。ない。私はそこはもう、なんていうかね、公共交通機関であるとか、そう、例えば公共性を帯びるような、そういうふうな事業者っていうのは、どんな人に対してもきちんとサービスを提供していく、まあ、義務があると、まあ、義務がありますし、でそれをやらないんだったら事業者の方が社会的な責任を果たしていない。で特にマスクっていうのはヌンチャクとかの話がありましたけれども、まあ、ヌンチャクとかシートベルトとかナイフとかっていうのとは全く違うわけなんですね。例えば飛行機の中でシートベルトをしないとか、タバコを吸うとか、それは明確に危険性をもたらすわけですけど、マスクをしないことが具体的にどういうふうな弊害をもたらすんでしょうか。飛行機は3分で空気が入れ替わると、だから不安なんですよ。マスクを、マスクが感染予防の効果が本当にあるかどうかはちょっと科学的な根拠は置いといて、マスクをしてない人が乗っていると周りの人が不安なんですよ。で、不安を煽るようなことがあると周りはやっぱ嫌じゃないですか。だってしてほしいのに、ただすればいいのにそれができないっていうのは、何か他にもなんか精神的な疾患があるんじゃないかとか、やっぱ不安が不安を呼ぶわけですよ。マスクをただただすればいいのに、マスクをしたくないという主張をあの場所で、時間がこう、フライトの時間が来てもずっとその主張を繰り返す人って僕はやっぱ怖いですよ。隣にそんな人がいたら。だから不安を煽ってるから、不安を煽ってるから、僕は周りに迷惑をかけてるし、不安を煽るような乗客はやっぱり降ろさせられて当然だと思いますよ。で、あなたはその、自分の生き方を貫くことで周りに迷惑をかけたんだから、やっぱ謝罪するべきだと思いますよ。
で、これをもう理解しないし、俺と喋りたいってマスパスさん言ったから、ある程度のなんかどっかの妥協点とか、マスパスさんなりの、こう、主張の中で、僕はここまで認めるから、マスパスさんも、せめてみんなに謝ったら、これ物事がもう済むんじゃないって僕思ってんのに、それすらしないんだったら、もう多分、今後マスパスさんは、それこそ誰も話す相手いなくなって、どうぞ自分で、自分の意見だけを支持してくれる人の前でずっと喋り続ければいいと思うんですよ。少なくとも僕はマスパスさんの言ってることは理解できないし、かなり、譲歩しようとか、できるだけ歩み寄ろうと思って話聞いてたんですけど、まあ、マスパスさんがもう全く歩み寄るつもりがなさそうなので、僕はもう話したくありません。マスパスさんとだって、本当に理解し合おうと思ったら、僕が言ってることの何かしらを理解しますよ。だけど、マスパスさんは自分の主張だけを僕の YouTube でしたくてやってきたんだなっていうのが分かったので、もう喋らせる時間を与えたくないんで、僕はもう息つく暇もなくずっと喋り続けて、このまま時間が過ぎ去ったら、マスパスさんの喋る時間がなくなるから、もうそれでいいかなと思ってます。それぐらいの人間関係が築けないんですよ。マスパスさんって、コミュニケーション能力が著しく低くて、きっと頭がいいんだと思います。ものすごく勉強もできたんでしょう。勉強もたくさんしてきて、いろんなことを、その、勉強することで人生を乗り切ってきたんだと思いますけども、勉強のイエス、ノーとか答えがある、ないだけでは、世の中ってやっぱ渡っていけないので、そのことを理解してくれるのかなと思って、淡い気持ちで僕は、対談を引き受けたんですけども、どうもそういう考えも全く受け入れない人だっていうのが今回の対談で分かりました。できるだけ優しい言葉遣いのまま、僕も終わりたいので、これで議論を終了したいと思います。切ってください。ありがとうございました。あ、待って、最後に。いいですか、これで。あ、で、じゃあもし何か言わせていただけるのであれば、不安になる、もし不安になるんだったら、別にマスクしない人がいて不安になるんだったら、その人が二重マスクしたらいいだけじゃないですか。なんで？一人一人別に何が迷惑か、何が不安か、何が快感かっていうのは。はい、もう大丈夫です。大丈夫です。それはもう、二重マスクすればいいっていうことじゃないですから、マスパスさん。それ本当に理解できないんだったら、議論にならないですよ、マスパスさん。残念だけど。じゃあなんでマスクしないと不安なんですか？だからマスクしてって言われてんのにマスクをできないっていうことが不安だってことです。マスクしてくださいって言われてんのに、聞いて聞いて、こっちのターン、こっちのターンです、はい、マスパスさん。僕喋ってますから今、はい、はい、いいですか、はい、何が不安なのかって言われたら、マスクをしてくださいって言われてんのに、マスクをしたくないですっていう人が不安なんですよ。で、ここを理解できないんだったらもう、この先は進めないじゃないですか。だって、マスクをお願いされてんのに、なんかいろんな理由を突きつけて、で、本当に体が悪いとかなんとかなんだったら、マスクをできない理由をもっと登場する前に言ってるじゃないですか。登場するところはスルーしてきて、みんなのシート、周りに人がいるようなところのシートに座って、ま、あ、すいません、マスクを着用していただけませんかって言われてるのに、いや、僕はしたくないです。なぜなら、高校そんな義務ないし、なんでそんな強要させられなきゃいけないんですかっていう人が怖いって言ってんのよ。こんなこと言い出すやつ怖いじゃん。これが理解できます？どうぞ。別にお願いなんでしょっと。違う。だから論点変えないでよ、マスパスさん。俺が言ったことに答えてほしいの。何が不安なんですかって言われたから、何が不安かを喋ったじゃないですか、今。あ、はい。うん。そのことについて話してよ。なぜ不安なんですか？でもお願い。だから言ったじゃない。不安なんですか？義務なんですかって聞く人が、うん、なぜ怖いのかよくわからないんですよ。だから、みんなしてるのに、ずっと、だからマスクをすれば離陸できたのに、それをしなかったわけでしょ？はい。で、みんなももう待ってて、なんであの人マスクしてくんないんだろうな。あの人がマスクすれば済むだけの話なのに、なんでマスクしてくんないんだろう。マスクしてください。いや、僕はしたくないんです。なぜなら、そんなのは、個人の自由だからって言ってる人怖いじゃないって。ああ、そうですか。うん。それは、なんか日本人的だなと。自分の権利とか自由とかってなんで守らないんですか？いやいや、さっきから日本人的って言ってるけど、あなたも日本人なんでしょうし、日本人であってよくないって思うんですよ。
なんか日本人か外国人かみたいな分け方してるけど、そこもなんか別に日本人でいいし、日本人って同調圧力じゃないんですか？だから同調圧力なんでしょう。だって同調圧力がある国なんだから。だって日本ってそういう国でしょ。でそれ変えていきましょうよ。なんでよ、なんであなたと一緒に変えなきゃいけないの、それを。これだけ個性とか多様性とか言われている時代に、うん、なんでこと感染対策に関しては、うん、マスクの着用を、まあ、徹底しろと。で徹底しない人に関してはその規範から少しでも外れているとみんなで寄ってたかって叩くのか、うんうん、そこが理解できないんです。いやだから多種多様な世の中を作りたいのであれば、あなたの手法は間違ってるんですよ。で、僕は多種多様な世の中を作りたいし、いろんな考えの人がいてもいいという考えの人です。だからこそ、あなたみたいな手法は取らないんですよ。なぜなら、理解されないから。本当に多種多様な意見が必要で、多種多様な世界にしていくのであれば、自分の嫌なことも含めて、それを理解していくっていうのが多種多様な世の中なので、あなたは、あなたの主張だけしか通らないのを多種多様な生き方って言ってるんで、これは自分の多種多様って言ってることを否定してることになるんですよ。誰かの嫌も含めて認めてあげないと。あなたがマスクをしないということが不安だっていうことを認めることが多種多様な生き方なんですよ。あなたは自分の主張だけが正しくて、自分の主張が通らないと嫌だ。なぜならこれが多種多様な意見なんだって言ってるけど、そこが大元違うんですよ。どうですか？ただの感情論ですよね。違う。嫌な感情、実際に本当に感染していて、で具体的に被害を、まあ、その加えることが、まあ、その違う違う、マスパセさん、マスパセさん、論点がね、論点がどんどん変わってってんのよ。今、多種多様な世の中作りたいってことですよね、今、マスパセさんが言ってたの。はい、で、僕もそう思ってます。はい、だったら、マスパセさんも、他の人がマスクをしない人がいて不安だっていうことを認めてあげないと多種多様にならないでしょって言ってんの。で、このことについて話してって言ってんのに、論点をずらしてくるから。嫌じゃないんだって、マスパスさん。人と話してんのに全部否定しながらコミュニケーション取るとダメなんだって。俺が言ってることを受け止めないと一回。私は感情論に乗らないです。感情論じゃないから、これは。完全にだったら、それって感情論ですよね。感情論じゃないですよ。だって、嫌だって言ってる人を認めてあげないと。マスパセさんがマスクをしないっていうのも認めてほしいんだよね。いや、それは認めてほしいって言ってるんじゃないです。権利として当然認められるべきって言ってるんです。うん、だから認められるべきだと思ってんだよね。うん。権利としてね。だったら、マスクをしない人がいて、不安だ、怖いっていう人も認めてあげないとダメじゃないって言ってんの。いや、別にそれだったら別に二重マスクしたらいいじゃないですか。いや、だからそれは認めてることにならないよってこと。歩み寄れてないですよって言ってんのよ。いや、別に歩み寄るつもり一切ないです。わかった。じゃあもう話さないで。歩み寄るつもりがないって言ったから、もう無理。もうあなたにあげた、そのチャンスを、あなたはもう台無しにしてるし、歩み寄るつもりがないなら、多種多様な世の中なんて生まれません。生まれません。もういい。二度と絡まないでください、僕に。あなたはあなたの自己主張を、あなたのメディアでしてください。本当に感情論で残念でした。残念です、こちらも。結局マスク脳じゃないですか。マスク脳でいいです。そういう風にして、なんかみんなの空気がなんか一つの方向に行ったらこっちに行って、こっちに行って、うん、結局アツシさん感情論で単にみんなの空気を集めて、うん、ヒーローになりたい、かっこええしじゃないですか。僕別にヒーローになりたくないですよ。自分の思ったことを言いたいだけなので、少なくとも僕の主張すらマスパセさんは認められないわけなので。多種多様な、時代って来ないですよ。だとしたら。僕だってマスパセさんの思いを汲んでるのに。いや、別にそれは自由にしたらいいんじゃないですか。みんなで一緒のことする必要ないじゃないですか。いや、だから、一緒のことする必要ないんだけど、マスパセさんが僕本当にダメだなと思うのは、
自分の主張しかしなくて、相手の話を全く聞き入れないっていうのは、本当にダメだと思いますよ。いやいや、私は別に感情論には乗らないですと。だからこれ感情論じゃないから。いや、それ感情論じゃないんです。なんで感情論なんですか？それだけでしょ？うん、違う違う。多種多様っていうものを認めるんだったら、いろんな人の考え方も認めないと多種多様にならないよって言ってんの。いや、それは自分で、だから個人の自立性ですよね。だから、一人一人。そう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 。自分に思うんだったら二重マスクしたらいいし。いや、だからそれはマスパセさんの意見でしょ？あ、はい、そうです。うん。でも、マスパセさんが飛行機に乗ってマスクしないっていうことを怖いとか嫌だ。で、二重マスクはこっちがしたとしても怖いって思うのも、それは自由でしょ？そう思うのは。じゃあ三重マスクすればいいじゃないですか。なんでですか？なんで、その、マスクする側だけがそんなに課せられるんですか？まあ、あなたは何も譲歩してないのに。だから、マスパセさんが譲歩できるとこってどこなんですか？譲歩しないんだったら、もう誰とも話さなくていいじゃないですか。なんで俺と話そうと思ったんですか？いや、私は今のこのマスクで、俺は、田村敦史さんや他の芸能人、文化人の方が、マスクをマナーであるかのように、モラルであるかのように推し進めてきたのに、今度脱マスクの流れが出てきたら、じゃあまあそっちの方に。いやいや、変わってないよ。モラルでしょ。うがないなと。マナーでしょうよ。俺、主張変わってないよ。だって、外で、誰もいないとこだったらマスクしないっていうのは俺1年前も2年前も一緒ですよ。主張変わってないですよ。じゃあ室内のマスクはずっとすると。室内じゃなくて密集してるとこって書いてますよ。人が密集してるとこは僕マスクしてますよ。はい。はい、書いてますよね、僕。人が密集するとこではマスクするって書いてますよね。あ、はい。はい。ずっとするんですか？ずっとするかどうかは僕が決めていいですよね。そうです。あなたに今ここで宣言しないとダメですか？いや、別にそれは宣言しなくても、別にそれはいいと思いますよ。だから僕がしたい時にしていいでしょ、マスクなんて。じゃあ私もしない時にしないでいいでしょ？でも人が密集するとこではしてるんだからしてくださいって話よ。俺は。だって俺密集するとこではしてるんだから。いや、私は人が密集しているところでもする必要がないと思っているので。だから密集するところは歩かなきゃいいんじゃないですか？いや、私は歩く必要があったら歩きます。だったらマスクすればいいんじゃないですか？いや、マスクはしません。それか距離を持って人と密集しないように行動を取ればいいんじゃないですか？それだったら密集する人が離れていったらいいんじゃないですか？だったらだから、あなたが言う、多種多様っていうのはあなたのことだけしか考えてないから、あなたが思う多種多様な世界というのは来ないでしょうね。いや、私はそういうふうにやっぱ変わっていかないと、自分のことは自分でやると。あ、じゃあこれだけ聞かせてください。これだけこうマスパセさんって意見言ってて、大方の人に理解を得られないじゃないですか。いや、それはどうかわからないです。いやいや、視聴者の方から決めることだと思います。うん、じゃあ今アンケート取っていいですか？いや、別に、それは、時間あれば別に。あ、時間あります。アンケート取っていいですか、じゃあ。あ、はい。はい。じゃあ、ここまでの話を聞いて、マスパスさんのことが理解できた、理解できなかった。で、アンケート取りましょうか。で、これ理解できなかったってなったら、せっかくの主張が届かないってことになるんですよ、マスパスさん。あ、はい。うん。で、これって主張として間違ってないですか？だって自分のことを知ってほしくて、理解してほしくて喋ってんのに、今の手法では伝わらないってことになるから。まあ、まだアンケート結果が出てないですけど。見てください。コメント欄今見てください、マスパセさん。ちょっとでいいから。いや、これはなんかやっぱ日本って改めて見て、同調圧力が強い社会なんだなと思いました。だったらもうアンケート取る意味もないしね。いやいや、まあもちろんコメントはもちろん拝読はしています。が、でも、どうかな。同調圧力なんて、でもこのコメントの中では僕かからないと思っていて、同調圧力ってもっと
人前に触れるようなところでかかるんですよ。このネットの中で同調圧力はかかってないでしょ。だって好き勝手言えるんだから。そうと思いますよ。いや別に何も強制されていないけれども、言いたいんですよね。同調圧力って、日本は同調圧力が強いって言いたいだけの人になってて、すごく残念ですね。私はそれをやっぱちゃんとこれから変えていかないといけない。うん、じゃあ分かりました。今もうアンケート結果は出ましたけども、 96% の方がまあ理解できなかったと。そうなった場合、まあこれは少なくとも僕のチャンネルなので僕寄りの人が多かったと、いうことも加味して、まあそれでもあんまり話が通らなかったんだと思うんですけども、今後どうして、どうやって理解してもらおうと思うんですか、マスパセさんは。いや私は別にそれは理解する理解しないではなくて、私はマスクの拒否をこれからも貫きます。いやいや、それを聞いてるんじゃない。だから質問 Q&A ができないんですよ、マスパセさんって。いや Q に対して A がおかしいんですよ。なんか全然違うこと言ってるから。あなたはだって多種多様な世の中を作るために頑張りますって言いましたよ、僕に。間違いないですよね、これ。はい、ね。で、はい、僕なりに、こう、多種多様な世の中が作れるように、頑張るって言ったんですよ。じゃあ、どう頑張るんですかって、はい、今の手法では、自分の、その、今日のマスパセさんの手法では、通らなかったんですよ。理解できなかったっていう人が多いので。だから、今後は、どうやって理解を深めていこうと思うんですかってことです。スタイルを変えないんですか？だってデータで出てんのに。私は信念を変えることはありません。自分の考え方を変えることもありません。違う違う。アプローチの話をしてるの。信念はどうだっていいんですよ。信念は変わらないでしょうから。アプローチを変えられるかどうかってこと。だって、今の方法では伝わらないから、人に。わかります？あなたがどんだけ、こう、高貴な理想を掲げたとしても、それが伝わらないんだったら意味ないから、手法を変えないとダメじゃないってこと。で、手法を変える気があるのかって言ってんのよ。私はそれはやっぱり粘り強く、きちんと、やっぱりこういうマスクをするかしないかっていうのは、当然自由であるべきだし、それによって権利を制限するのはおかしいっていうことを、まあずっと壊れた時計のように言い続けること。これが重要だと思ってます。うん、壊れた時計は使えないから、そんな時計は修理してほしいんですけども、そうじゃなくて、手法を変えない限りは無理じゃないって言って、手法変えないでそのままやりますって言われても、何の議論にもなんないでしょ、これ。でもそれだったら結局、風緑じゃないですか。風緑じゃないよ、だって。結局、じゃあマスクみんながするときは。違う違う、手法の話だから、手法の話、変えないでって都合がいいように、マスパスさん。手法を変えないと伝わらないよって言ってんのよ。そうですね。うん。それはまあもちろん。そうでしょ？そこも譲歩できないんだったらもう何も譲歩する気ないじゃん、マスパスさん。俺が唯一今、マスパスさんここ変えた方がいいよと思ってるのは、今までの手法じゃ無理だから、方法を変えましょうよって言ってんのよ。いや、私はこの手法でいきます。私はそれがマスクをやっぱり日本人が外していく一番の道だと思ってます。いやいや、だから理解できてないから、それは。何をもって一番の道だってなっちゃってるんですか？はい。はいじゃなくて。単に私はこれは、例えばそれは結局マスクの着用に関しては、これはもうマスクの着用。マスクの着用。OK、わかりました。もう大丈夫です。マスパセさんにもう喋らせてももうあれかなと思うんで。Q&A ができないっていうのがね、よくわかりました。人のことを感情論とかなんとかって言うんですけど、マスパセさんって質問に対しての答えが全くずれてるので、きっと、受験とかの Q&A は得意だったんだと思うんですけども、コミュニケーションにおいて僕が何を聞きたいのかっていうのは、汲み取れてるのに、それを答えない。それはプライドが邪魔をして答えないのか、信念が邪魔をして答えないのかわからないんですけど、残念ながら Q&A ができてないんですよ。で、QA がダメな人って、Q&A が苦手な人っていうのは、やっぱり何かしら手法を変えないと、ずっと QA がずれたままの人になっちゃうので、やっぱりアンサーは人に伝わってなんぼなので、
またアンサーがね、できるようになったら僕も話したいと思いますけども、今日はこれで終わりにしたいと思います。マスパスさん、ありがとうございました。また時間があれば、また時間があればお話しましょう。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。失礼します。